あるところに捨てられた可愛い子犬がいました。うわ、雨だ、急がないと濡れちゃう濡れちゃう。ん、あら、子犬だ。可愛いけどびしょびしょだよ、風邪ひいちゃう。うちに来る？じゃあおいで。動物が大好きなシエルは子犬を拾って育てることにしました。あー、今日はあいにくの雨だな。マチくん、あ、シエルんだ。なに、どうしたの？お、どうしたの？可愛い子犬だね。雨に濡れてて段ボールの中にいたから捨てられてたのかなって。おいでおいで、入って入って、シャワーい、あ、あぶさせ、あいだよね。そうだね、お湯に浸からせないとね。ほらほら、早く入りな。よしよし、あったかい。今ちょうどね、追い抱きしてたところだから。よし、あったかいね。気持ちいいか、パチシュー汁は。パチシュー汁って言うなよ。タオルで拭いてあげるね。ハンカチだね、どっちかっていうとそれね。お腹空いたりしてるかな。あ、そうだね、ご飯あげよう、ご飯あげよう。シエルン、シエルン、この子の名前を決めてあげようよ。そうだね。みんな、この子の名前何がいいと思う？ちょっとコメントで教えて。シエル、何がいいと思う？名前何がいいかな。よし、名前決めた。え、何にすんの？子犬はパチシューとシエルに育てられ、すくすくと成長しました。名前は銀と名付けました。うわー、銀も大きくなったね。銀、立てこい。ちょっと鈍いね、動きが。銀、さっきまで寝てたもんね。寝坊好きだからな、銀は。誰に似たんだろう。いや、シエルんだね。はぁ、あ、美味しかった。シエルさん、パチシューさん、ありがとうございます。いやいや、いいよいいよ。今喋った、シエル。え、喋ってないよ。僕が喋りました、銀です。はぁ、銀が喋った、犬が喋った。ごめんなさい、びっくりさせて。僕は犬です。喋る犬ってこと？はい、喋る犬です。ある日、銀が急に話し始めて、こんなことを言いました。シエルさん、パチシューさん、それより僕にツルハシとダイヤとスコップを持たせてくれませんか？使えないでしょう。僕は使えるんです。とにかく僕にツルハシとダイヤとスコップを持たせてください。ツルハシとスコップとダイヤか、ちょうどこっちに入ってたような気がする。ちょっと待ってて。そんな都合よく入ってんの？そう、いつも出かけるときのために持ってるんだよね。え、これでいいの？ダイヤとシャベルとツルハシ。はい、これで大丈夫です。ありがとうございます。僕についてきてください。ついていくって言ったってね、シエル。うん、拙い喋り方が可愛いな。行こう、行ってみよう。銀についていくと、銀は不思議なことを言い始めました。それではシエルさん、パチシューさん、まずは喋るを渡します。え、銀がちょうだいって言うからあげたんだけど、結局使うのは私たちなの？運ぶのが大変かなと思って、僕が運んであげたんです。優しいな。使えるのって言ったら、はい、大丈夫ですって言ってたじゃん。あ、いや、使えはしないです。使えないのかよ。では、ここに 2×2 の穴を掘ってください。わかった。あ、これでいいのかな。では、ここに水を入れてください。持ってきてないよ。じゃあ、ちょっと今、後ろの家に奪ってきます。ダメだよ、銀！銀抜けてるな。よかった、留守で、ちょうど2個ありました。もう二度としちゃいけないぞ。じゃあ、入れてみようか。ここと、ここでいいかな。そしたら、この周りに花とかを植えてください。花持ってきてないよ。ちょっと待っててください。ちょっと待ってよ、どこから取ってくるの今度は。花は、そこら辺の、全然ないや。あ、後ろにあるじゃないですか。あるよ、見えてたんじゃないの、そっから。見えない、犬目だから。犬目ってなんだよ、猫目みたいに言うなよ。それでは、そこに花を植えてください。こんな感じかな。これでどうすんの。ここにダイヤを投げ入れてください。水の中に。はい。
もったいない。僕を信じて。いやー、おー、ではここに一緒に入りましょう。僕は先に行って待ってます。え、危ない危ない。おー、言われた通りにすると不思議な穴が完成しました。行くしかないんじゃない。行ってみようか。俺行くよ。ほっ、なにここ。こっちについてきてください。ここどこ、パチくん。いや、わかんない、なんだろうね。ここです、ここ。ここを掘ってみてください。下に。俺が掘ってみるよ。次は貸してスコップ喋るか。お、あ、なに、なんかダイヤが出てきたよ、シエロン。あ、またダイヤ。え、うわ、ダイヤだらけだ。うわ、金もすごいよ。よいしょ。うわー、すごいよシエロ。ダイヤが、ダイヤもいっぱい、金もいっぱいだよ。銀に言われた通りに掘るとたくさんの宝石が出てきました。銀、すごいよ。いつもお世話になっているのでお礼です。ただものじゃないな、銀は。すごい犬なのかもしれないね。いやー、すごいね銀は。これ大事にしまっとこう。うん、しまっとこう。さすがだよ銀、ありがとうね銀。よし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 、二人のためなら。家に帰りダイヤの話をしていると、意地悪なおじいさんがそれを見ていました。なんだあれは、犬がダイヤの場所を教えてくれるのか。最高じゃないか、あの犬を借りよう。あ、どうも。うわ、意地悪なおじいさんだよシエラ。何しに来たの。この犬を貸せ、わしに。ダイヤとか金の場所を教えてくれるんなら悪いようにはせんから、一日だけ貸してくれんか。なんで知ってるのそれ。いや、いいがや、高級な肉をちゃんと食わしてやるから。そういう問題じゃない、銀は物じゃないんだから。だって絶対意地悪するよねシエロ。するよ、絶対するよ。いや、聞こえとるよ、意地悪はせんから、一日だけ貸してくれ。銀にいい思いいっぱいさせてね。わかった、ありがとう。じゃあ行こうが、銀。ついてこい。わ、なんか嫌な感じ、大丈夫かな。銀に意地悪をしない約束で銀を貸すことにしました。おじいさん、ツルハシとかもう持ってきてますか。大丈夫だ、もう全部持ってきとる。どこを掘ればいいんだ。ここを掘ってください。 2×2 の穴を。わかったわかった、ここに 2×2 の穴を掘るんだな。おいで、次は。次はここに水をまいてください。あ、水な、わかった、水をここにまくと。おいで、次は。次はこの周りに花をいっぱい咲かしてください。おいで、ちょっと待ってろ。よし、これでいいか。はい、ではあとはここにダイヤを入れてください。ダイヤ、そんなもの持ってるわけないだろ。ダイヤが欲しいからお前を連れてきたんだ。でもダイヤがないと先には。いや、もういい、わかった、もうこのままわしはここに飛び込む。この先にあるんだろう。行くぞ。てい、うわ、冷たい、なんじゃこりゃ。ただ濡れただけのおじいさんは怒ってピンを殺して土に埋めてしまいました。やっぱり意地悪なおじいさんに銀なんか渡さなければよかったね。そうだね。銀が埋められてるところにとりあえず銀が好きなさ、お肉とかをお供えしに行こう。行こう。悲しむ二人は埋められた場所にお供えをしに行くことにしました。シエルン、ここだね。よし、じゃあここに銀が好きだったお肉をいっぱいお供えしてあげよう。シエル、あとなんか渡したいものある？寂しくないようにお人形も置いとこう。骨も置いといてあげよう。銀が埋まっている場所で二人が拝むと、うわ、うわ、大きい木が生えた。なんだこれ。すると木がみるみる育ちました。もしかして銀の生まれ変わりなんじゃない、この大きな木。作業台作ろうよ。そしたら寂しくないでしょ。痛くないかな。痛くないよ、大丈夫だよ。一緒に帰ろう。ここだけ削って帰ろう。よし、じゃあこれで帰ろう。うん、できたよシエラ。世界に一つだけの作業台、ここに置いとこうか。これでずっと一緒にいれるね。そうだね。早速何か作ってみようかな。作ってみてよ。木の斧作ってみようかな。木の斧ね。できた。え、シエル、それ
金の斧じゃないの？なんで？他のも作ってみようよ。じゃあツルハシは？ツルハシ作ってみよう。木のツルハシでいいよ、木のツルハシ。できた！え？次はダイヤのツルハシになったよ。銀の不思議な力が入ってるんじゃない？金とかダイヤとかになるんだ。すごいね。その作業台で作ったものは全て金やダイヤの道具になりました。大切にするからね。そうだね、大切にしよう。なんだあの作業台は。あの木から作れば俺は金持ちだ。それを見ていた意地悪じいさんは銀の木を削って作業台を作ることにしました。よし、この木を削って、もうちょい削ってやろう。もう待てんからここで作業台を作ってしまおう。よし、できた。この作業台で道具を作れば全部金とダイヤになるんだったな。じゃあまずは木の斧を作ってみよう。木の斧を作れば金の斧だ。うぅ、なんだ、雲が出た。なんでだ。昨日のを作ったはずなのに、なんだこいつは。なんだったんだ。たまたまか。じゃあ次はツルハシを作ってみよう。そしたらきっとダイヤのツルハシができるはずだ。よし、これでこうしてこうだろう。ああ、なんでだ。次はスケルトンが出た。なんだこの作業台は。おじいさんが作業台を使うと、そこからクモやスケルトンがたくさん出てきました。なんだこの作業台は使えないな。こんなものも全部木ごと燃やしてやる。こうだこうだこうだ、こうしてしまえ。怒ったおじいさんは作業台と銀の木を燃やしてしまいました。うぅ、意地悪なおじいさんめ。木が燃やされちゃったよ。銀の木が。シエル、まだ灰が残ってるから灰を集めよう。少しでも銀をそばで感じられるように。よいしょよいしょ。あ、見てシエル、ほら灰が出てきた。これで持って帰ったらまた意地悪なじいさんに何されるかわかんないからさ、お空に撒いてあげようよ。全部じゃなくていいから。撒いてあげて、俺も撒くから。うん。灰を空に撒くと枯れ木に花が咲きました。うわ、シエル見て、ピンクの綺麗な花だ。やっぱ銀はすごい力を持ってるんだね。銀すごいよ。ああ、君たち、うん、今のはどうやったのかな。灰を撒いただけだよね、シエル。そう。もう一回やってみてくれないか。じゃあもう一回他の木に撒いてみる、シエル。いいよ。じゃあこの木にちょっと撒いてみようか。枯れ木に花を咲かせましょう。やっぱり花が咲いたね。綺麗だ。銀すごいな。素晴らしい力だ。いいものを見させてもらったから君たちにはご褒美をあげよう。うわ、すごいすごいすごい。うわ、こんなにもらっていいんですか。いや、構わない構わない。いいものをいっぱい見せてもらったからな。ありがとう。じゃあわしはこれで。銀のおかげでいっぱい幸せな気持ちにさせてもらってるね。ありがとう銀。それを見ていた意地悪なおじいさんは残っていた灰を拾い、王様の前で撒くことにしました。王様、王様、待ってください。なんだ君は。私もあの灰を使って枯れ木に花を咲かせるので見ててください。行きますよ。枯れ木に花を咲かせましょう。おかしいな、何も起きない。もう一回、枯れ木に花を咲かせましょう。いたたたたた、なんだ、灰が目に入ったぞ。お前はさっきから何をやってるんだ。こっちに来い。お前には重い罰を与えてやる。城に連れてってやる。来い。そんな。意地悪なおじいさんは王様からこっぴどく罰を受けました。そしてパティシューとシエルはいつまでも幸せに暮らしました。今回は花坂じいさんの話でした。この動画が面白かったよって思う子はチャンネル登録をして応援してね。してね。じゃあバイバイ。コメント読みのコーナー、パチパチパチ。久しぶりに見に来たらシエルンが可愛くなってた。だって。可愛くなってた？え、私って可愛くなってるのかな。恋してるのかも。前は可愛くなかったってことだね。おい、パ
パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。